先月30日に捕獲された熊をめぐっては、一昨年、漁友会、砂川支部の熊を駆除したハンターが銃を持つ許可を取り消され、発砲できる基準が曖昧として銃による駆除を取りやめていて、熊の引き取り手を探すなどしていました。熊は体長2。メートル体重270キロのオスで砂川市は薬で眠らせて山中に移動した上、昨日正午過ぎに殺処分したと発表しました。 市は処分の方法を明らかにせず猟友会砂川支部は生かす方法を探ってきただけに残念とコメントしています。